リベンジ版ダイガーファンディング実際大学入試は総合型選抜の割合が増えてまあ、そこですごく強いのが早稲田塾ってところがあってまあ、年商何十億かありますだから一般入試の指導もしてるんで何とも言えないんですけど市場はまあまああるからだけど採用手で何十億っていうのがねまあ、そこは大きいと見るか小さいと見るか多分ね 大学受験のね、えー、市場だと多分一番大きいとこ、河合塾とか東進は500億とか、下手したら1000億あるかもしれないね。業界ナンバーメーの武田塾でも130億ぐらいあるんだから、市場が大きいと見るか小さいと見るかね、その大ファンだったらね、あのもっと大きい市場に挑戦してもらいたいっていうのは一つあるんでしょうね。うあと、一、まあ、つ疑問なのは、こんな本当にね、推薦対策塾を本気で考えてたりやりたいなら、連絡取れない中じゃないんだからさ、本気でこれをやりたいんだったら、 株元さんとかに本当にこれをやりたいから林社長に壁打ちさせてくれないかとかそういうのがあったと思うんだよねそれがなかったということでこれはおそらくリベンジ版に作ったものだと <laughs> 僕はそう思うんですなんで言ってくんなかったのよ本気だったら300万よりよりっぽど俺の方が役に立つぜ <laughs> それで言うと本当に申し訳ないんですけど勝手に恐れ多いと思ってましたいやそれはどうかじゃあ僕は 恐れ多くないと思っっってててました <laughs> だだ動画編部僕はだってね1年以上前からだって医学部卒一年挙手と頭脳を武器に動画編集案件獲得スクールなど事業を拡大スキル獲得こそが安定と自由の根幹理念を掲げる動画編集キャンプは主要7都市へと展開する動画マーケティング業界の未来を変える青より出てさらなる深みを持つ青を求めるねえ1年以上前からだって YouTube チャンネルも出てるし。 別にストックさんラウンジからもちょこちょこ会う中で出演が決まる前から僕らは仲良かったけれどもこんな話は1ミリタイプも聞いたことなかったけれどもだからそれだから俺はちょっと「茂木さんへスカウトされたから」って言って用意してそれでこう「なんて本気です」って言ってるけどまあそう言わざるを得ないしねしかも茂木さんも高校生の時は再生開催二十歳だからもう回んないからまあお互いまあ「終わったかな」っていう回です。<laughs> <laughs> 林予想 <laughs> <laughs> ちょっとやりづらいなこれな手 <laughs> 厳しい、ね、どうかなどうかな <laughs> 違うからそう思いますあったあったいやあってプランがこぢんまりほんとこじんまりしてるんですよプランが<う> <laughs> なんか優秀だって思われに来たのかなみたいなあ確かに「はい、まあ、に月何百万か儲かれそうっすね」みたいないけそうっすねみたいな感じですね <laughs> もっと大きくいてほしい <laughs> <laughs> でも 思うんですけどあの時って16歳の時って天才とかって言われたと思うんですけどそういうのって、まあ、た例えばゲームでその世界優勝する小学生もいるわけじゃないですかそれが大堀さんの場合たまたまそのビジネスだったっていうことで,でそれで今のポテンシャルにやっぱりビジネス、あのーね、リテラシーがついてい若者が追いついてきて、まあ、まあ普通に見えてきてしまったのかなって思うんですけど二十歳だからすごいんですよ 二十歳ですからね、<laughs> 自分の二十歳の時なんて、やばか、やばかったですからね、それ考えたらすごいんですけど。なんか、ごめんなさい。<laughs> でも、おっしゃる通り、十六、はい、歳の頃より珍しさみたいのは、だいぶなくなってるとは思ってます。いや、だけど、二十歳で五百万稼いだらすごいんじゃないの。いすごいっすよ。二十、うん、歳で五百万。ただ、その月収、まあ、月の勝ち分取得が五百から七百が、なんか、七百から九百万になるみたいな。な そう500から700から700から1,000、まあ、かもしれないと <laughs> かんで1億2億になるんだったらまだ、はい、そ,うそうなんですよじゃあどうぞやってくださいみたいな感じになっちゃうんですよね <laughs> どうぞやってください <laughs> それでいうとまあなんか月100万200万収入が増える程度で終わらせるつもりっていうのはなくて確かに最初はそんな市場もすごく今のところでかいっていうことはないので、まあ、いきなり。 数千万月に儲かったりとかっていうのはないんですけれども全国展開っていうのでいろんな人と関わったりするっていう中でまあ今の自分の器を超えられるんじゃないかなと思ってるんですね。Web マーケで月500万とか稼いでは稼がせていただいてるんですけれどもまあここでずっとそれだけ続けるよりもそれもいいんですけれども、まあ、全国展開だったりとかでいろんな人に関わることで器を広げられるんじゃないかなと思ってます。 そしたらフランチャイズ版タイガーファンディングに出ればいいじゃないですか <laughs> えっとそれはおっしゃる通りな部分があって事実リベンジ版の誘いが来なかったらフランチャイズ版で出てたなっていう気持ちはあります <laughs> やめてよ 株式会社、イヤシープ代表、林直宏。学習塾で全国制覇。年賞100億円超えを実現。次に仕掛けるのは、極楽睡眠ヘッドスパ、イヤシープ。フランチャイズチャンネルで様々な業態を支援。積んだ金額は驚愕の2億円超え。積む、積む、積む。軍資金とノウハウを授ける、フランチャイズの王。今宵も聞けるか、サービスですよ。やめてよ、芋出キさん。取んないでよ。 もう最悪、もう生活苦しいんだから。方田さんなんか見てるでしょ。田沼もって未来ある若者支援できそうだったよ飛行船とかよりよっぽど良さそうやんこれ,、ね、こんこれ超いいじゃん。<ー>そ,そんな欠けないですよ、ね。あの前職との関わりの関係でも手伝いやすいし先生<ー>の方は。確かに。<ー>もうじゃノー君ごめん。ちょっとトの選抜間違えたわけ。<laughs> <の>完全に。F C 版のボード持ってきたっけ。<laughs> 竹村さんはちょっとどっかあの立ち飲み屋から引っ張り出してる <laughs> いや皆さん二十歳ですからね確か16で出たから<う>比較してますけど二十歳ですよすごい700万ですよすどうどうだったな僕だからだからほんすごいからすご,すごいっすねだからちょっとあれでしょジェらってるだけでしょいやだからいやだから逆にもう認めちゃってるんでああすごいっすねみたいなはいどうぞみたいな感じの気分ですああいう大人なんだよ <laughs> <laughs> いい憧れで <laughs> じゃあつまりリベンジに成立したら FC 版に出るっていうことだよ <laughs> あ,あ違うかそんなルールありましたっけ？うああ,あ,あそれありです、ね。でもなんでもありだよいや <laughs> それできるなら正直したいです。ええー、僕はやっぱり今大堀くんがねこんな感じでそこそこ成功してるからこそ<う>あの時の失敗経験がやっぱトゲのようにまだ刺さってると思うんですよ。あの最初グアっと天才だ天才だって言われてたんだけど最後。 本さんにケチョンケチョンにンやられてナッシングだったんですよなので彼はやっぱりその過去の自分をもう一枚皮を剥くために僕はここでそのトゲを抜きに来たんじゃないかなとるほど。そう言われたらちょっとトゲ刺さってなかったでしょでもえっと刺さってはいたんですけど正直茂木社長が言うほど痛いトゲではなかった、ね <laughs> 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 これは。やめでね,ね。コミュ力の成長がまだまだですね。すね今のこの流れとか茂木社長のこの助け舟を全く理解できてない。このコミュ障を, <laughs> を茂木主催なんかとら間違ったって言われてますけど。はい、なんか志願者間違った。まあそうですね。すみません。コミュ力でいう,うあのプレゼンでいうと、まあこれ、ま、ちょっとまち話にばなし。プレゼンでいうと、若干ユーモア交えたがいいんですよ。 なんか全どん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 真面目な話でガツガツガツってあん中で2つくらいユーモアを交えたら多分和やかな雰囲気になってそれを17歳とか二十歳に言うのもあれなんですけどやっぱユーモアは必要ですよねそうですねもうちょっとギャグ戦とか磨きたいですね大堀さんって誰か叩く人がいて生きるタイプですもんね、はい、何か下げる人がいて自分でもねちょっとユーモアがあるともっとコミ、ね、そうですね褒められまくるとちょっと真面目になってしまうところはあるかもしれないです さっきの話聞いてると、別にそんなにリベンジしたくもないし、なんならフランチャイズ版の方がいいってことね。えっと、リベンジはしたいんですけれども、うん、次出るのが適切なのは、僕のその希望では、次の令和の虎も出て、フランチャイズ版も OK ならさらに志願するっていうのがしたかったっていう感じです。うん、すまあ、それはでもこすりすぎやね。です,ですね。うん ちょっと僕でも飽きますね、うん、視聴者の立場だこれどう,どうですか林さんフランチャイズ版っていうのはマジであるんですかなんか視聴者のコメントがよければなんかね全然いいんですけどなんかしちょっと心配ですけどねいや僕は嬉しいですよなんか優秀な若者が FC 版に出てくれるしち,ちゃんと儲かってんでしょえっとこの塾はあんまり儲かってないです僕は儲かってますああなるほどねはい、うん、この塾はあんま儲かってないのか 儲かってないです、正直。そしたら、FC にするの早いんじゃないっていう意見も出るんじゃないかなと思ってる。<laughs> 正直。正直ですいや。やっぱり高校生の時はピークだったよ、そんな。自分が儲かってないのを人に勧めてますよ、これ。ああ、ああ、ああ。え、現状の塾の状態はどういう状態なんですかオンラインで、今、12名、あの、今年生徒見送ったんですけれども、 落ちて一般入試に切り替えるっていう人も一部いるんですけれども全員推薦入試の対策が終わって今年終了で来年度の生徒っていうのは集めてなくて現状いないっていう形ですいく,いくら儲かったんですかその 12, 12名で合計残った利益が売り売上げで売り上げで言うとえー、僕今20年間経営してるんですけどその、まあ、20年じゃ足りなくてもっと長い 長生きをしたいんですけどね長生きすることすごく大事だと思うんですようんなので一発屋でなんか終わ,終わってほしくないなっていうそういう感じを持ってますねはいそうですね僕もその令和の虎天才バズり一発屋っていうのはやっぱり絶対経営者の人生として嫌なのでで正直あれで16歳天才だってバズったんですけれどもあくまで16歳としてすごいっていうだけなんで 正直期待される通り今20歳の時点で世界に向けたすっごい壮大なビル・ゲイツとかと戦えるみたいな感じのビジネスを作るっていうのは難しいんじゃないかなと思ってます。なんですけれども今のまあ自分の体験だったりとかから来た思いついたビジネスっていうのをしっかりとまあ全国に広げていくみたいなことはできると思ってます。まあ、僕のその結構理想にはなってしまうんですけれども最終的にはまあ孫正義くらいに上り詰められるようにしたいなと頑張っています。 わかりました2度目のタイガーファンディング果敢に挑む志願者大堀リベンジを果たすため虎たちへと食らいつく迎える最終局面導き出される答えはダイコ行はフィリピン人のピナイ詳しくは概要欄からではえー、ちょっとね おかしな方向にも進んだような気もしないでもないですが、えー、時間も来ましたんで、大堀さん、最後の一言お願いします。ラストステートメントです。はい、えー、本日はありがとうございました。えっ、ー、と、まあ、世界的なビジネスっていうところではないかもしれないんですけれども、自分の体験からも、そのこの推薦対策を全国に展開するっていうのは、 かなり強い気持ちを持って取り組んでいます。で、ビジネスとしても、これから推薦広がっていきますしあの、決して小さいものではないんじゃないかなと思,思っています、はい。どうかよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、えー、お堀さん、壁側をお向きください。はい、では、えー、前をお向きください。 はい。はい、えー、ファイナルジャッジメントタイムです。ただいまより最終決断に入ります。一枠青社長お願いします。はい、えーと、一枠ですけど、残り全額で。まあ、ありがとうございます、はい。皆さんの分が。はい、もう、なんか、まあ、どうせうまくいくと思うんで、優秀だし。で、まあ、確かに、その大きいことやってほしいなとは思いつつも、まあ、今、自宅質問ね。 だからまあ、自宅の次にやるにはちょうど、なんか、いいビジ,ネスもビジネスモデルなんじゃないかなと思いますし、僕も似てるし、なんか、応援してる気持ち半分、なんか、もう、優秀すぎてどうでもいいやって気持ち半分の残り全額です。まあ、ううですありがとうございます。はい、はい。えー、初めてですかねこれ、1枠に残り全額ということで。はい。 これどう転んでもオールということです。はい。まずまず。うん。なんか言いづらいな。うん。まあ完全オールなんですけど、ちょっと言いきましょうか。ね。じゃあ二学ヒグマ社長お願いします。僕は十万円でありがとうございます。えっと、なんていうんですかね。脳みそは多分ね、成長していくと思うんですけど、人としてのとかそういうところがあの成長してたのがすごい。 よかったなと思ってなかなか変わらない人は変わらないと思うんでこれからも楽しみだなっていうまあ応援したいなっていう10万円ですねありがとうございます、はい、では3枠井口社長お願いしますちょっと個人的な感想なんですけどなんか私受験勉強をやる塾って自力がつくしなんかすごい一般入試をやる塾っていうのは私は賛成なんですよただこれって受験対策だけになっちゃうんじゃないかなそれってちょっとどうなのかなっていうふうに思ったんですけどファンなんで20万で万す <laughs> ありがとうございます はい4枠小川社長お願いしますはいえー、もうちょっと授業内容について全然やり取り、まあ、できてなかったんですがまあその、まあ、優秀ってことはもう分かってるんですけどはいまあ,あの今後も頑張ってもらいたいんで5分の1の20万円ありがとうございます頑張ってください、はい、では5枠林社長お願いします大堀颯太はい 優秀なんだから、もうちょっとプラン練りなさいよ、もう何赤字だったらあんま儲かってないフランチャイズしようとしてんだよ。すいません。どういうことだよ、身近な人にも相談してないし。おかしいよ。あの時の優秀さどこいったんだよ。ゼロだよ、ゼロああこれは初めて見ました、ね。<laughs> それで可能性があるよ、お前には。ありがとうございます。いくらでも突っ込むよ。ゼロ二つで無限です。<laughs> 頑張ります、はい。素晴らしい。 ということで、えー、っと無限大無限大ですね。はい。ね、無限大と残り全額。<laughs> すみません。え無限ですけどゼロでもいいってあので全部出してもらってください。<laughs> では、えー、日熊社長から10万、井口社長から20万、小川社長から20万、そして青社長からは残り全額で50万と。で、えー、林社長は無限大ということなんですが、もうこれは、えー、お金ではなく。 いろんなアドバイスを今後していただけるということで、うんうんね、あと10万減らしてもいいよそっちが、なんちょっとあ<も>そうですね、いいじゃあおうさん40万円にして、ね、はい、うん、林さんも噛みますよということで10万円にしましょうか。<laughs> はい、はい、ありがとうございます。では、えー、第一段階クリアです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして点数ボードいきます。一輪青社長お願いします。はい、えー、プラス3点なんですけど面白くないと。 まあ、ビジネスモデルとか、まあ、この資料とかもね、よくできてるし、リスクも説明してるし、ダメなところも、マイナスのところをちゃんと指摘できてるってところもあって、儲かる儲からないっていう観点で言うと、すごく良くできた資料、資料とか、まあ、プレゼンだったなと僕は思っているんですが、もう、面白くないと。まあ、これ僕もよく言われるんですけど、まあ、なんか、次はそこっすね。確か前回の、あの、令和の棚では、まあ、こう、リスクを説明しないでいいとこばっか説明するとか、全部反論するとか、そこを指摘されて、なんかそれが治ってんのすごい感じました。次は、 ちょっと予想してほしいなっていうこの展開を正直予想してたんですよ裏でも話してていやなんか別に普通もう普通だし優秀だし盛り上がらないんじゃないですかっつって本当に盛り上がんなかったからそこまで予想して何かちょっと面白いのを用意してくれたらよかったなって思ってます、はい、次はこれですよね課題は次回あったら頑張ります、はい、えではヒグマ社長お願いしますはい2点ですマックス3点ですよね笑いがあれば3点だったかな 頑張ります、はい。頑張ってください。すいまはい、井口社長お願いします。ビジネスプランは優秀ですね。あの三点です。あのリスク非常に少ないと思います。本当ですありがとうございます。はい、小川社長お願いします。はい、<laughs> 私のビジネスプランはちょっと悪いんじゃないかなと思って。今回のビジネスプランにはちょっと一で、一点っていうことです。はい。はい、で、えー、小川社長一点ということで、これで四人。終わって九点。ちなみに八点以上は。 合格ですですので、うん、これで林社長がマイナス1点でも合格もしかして<ー>という感じですがいやー面白くなかったでもまあ若いしいいでしょうありがとうございます <laughs> はい林社長から3点ということで、えー、計12点まで積み上がりました文句なしの完全オールですおめでとうございますありがとうございます えー、無事本編出場ということで、えー、おめでとうございますありがとうございますはいでは大堀さんから最後一言お願いしますそうですねまあプレゼンの受け答えもその頑張って準備した通りできたなと思ったんですけれどもそこからひねりのあるその面白さみたいのは出せなくてこれは結構株元さんとかにも言われていることなんですねなんで なんか変にポンコツに見せるとかはそういうのはしたくないんですけれども、次もっと驚かせるようなことができるようにちょっと頑張ります。はい、ありがとうございます。最後僕から一言だけあれですけど、まあ皆さん面白くないという発言が結構あの出てましたが、えー、リベンジ版ですので面白くなきゃいけないということではないですよ。はい、あの非常にいいビジネスプランで、えー、しっかり評価をされたんですから。 僕はこれで良かったんじゃないかと何面白い人ばっか出しといて何言ってるの <laughs> 本当に面白い人今日の大堀くんこそが僕はリベンジ版の本文だと思っておりますのでありがとうございます <laughs> 最後はね地獄のような雰囲気だな <laughs> ぜひこれを持って本編でしっかりリベンジをははい、はい果たしていただいて良、えー、かったなと いいう結末を見せてください本日は、はい、ありがとうございましたありがとうございました志願者大堀悲願のリベンジ虎たちの心をつかみ見事完全オールで終幕ナッシングを乗り越え戦い続けた日々ここから新たなスタートを切る物語の行方は続報を待て